いるだけやから。あ、レンタル料あるんですか。レンタル料、レンタル料発生します。まあ、か。か。全然わからない。あ、抜けた。あれ？え？おる？あ、いない。多分抜けた。抜けた。返しがないから難しいよね。イメージをしようか。あ、はい。次で、ありがとうございます。で、止まる。で、もう一回ゆっくり上がっていく。で、続いていく。今度ジグ降りてくる。はい、距離詰まる。はいはいはい。で、ピュッて食うやつもおるし。で、ここでずっと、例えば、10秒ぐらい停止してもいい。はい。だから、ビタ止まりしてると思うけど、船はゆっくり流れてるから、ジグはこう降りてる。あ、ちょっと動いてるんです。で、動いへんなーと思ったら、はい。もう一回こう、そういう時にもう一回ゆっくりゆっくりするよりは、はい、1、2回パンパンって入ってみてやるので10秒ぐらいしてみてで、ひたままにすると思うけど手前よりはあーで、上がーって思ったらもう一回こう、まっすぐもう一回ゆっくりゆっくりするよりは1、2回だはい最初はこれで作ってくれとってご飯ちょっと途中増えてもらうと思って、ここから止めたりとか。はい。急に来ないの。あ、今来たっすね。それ。あ、かかってるか。すごい。カメラ映ったかな。あ、でもなんか抜けたかな。え？かかってる。急にかかると。もう引っ張りやすいから軽い。ああ。よくかかるとこうワッキー状態になるから。はいはいはい、はい。結構ちっちゃいから余計に軽い。今止めてたらそうですね。もうもはや何メーターか分からなかったですけど。教えてもらってた。ずーっとこう刻みながらも回転とか増えてて。はいはい。で食ったとか。ああ。出ました。レクチャーフィッシュ、レクチャーフィッシュ。すごいっすね。でもこれは横がかりかな。外がかりっぽいね。外がかりこれ、この前で、はい、女性専用ですけど完璧完璧多分これ横がかりだね。大きかったらどういう…でもこれぐらい引くんですか。もっと引く。あ、ドラグでベルトとかに引く、結構ガーッと引かれる。ここがかりだろうね、多分ね。あ、でも確かに。あ、でかいでかい。あ、マシ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 。お、でかい、でかい、マシ。めちゃめちゃでかい。決してでかくはないけど、興味してはでかい。おお、いました。そんなすげえや。写真。やったー。
写真撮りましょうか。あ、来ましたよ、いいサイズ。やはりこれどこのジグですか？カンジインターナショナルです。ありがとうございます。ありがとうございます。